私が学園のマドンナのボディーガードよ。俺が学園のマドンナのボディーガードだ。ち、勇気があるね、こんなに威張るなんて。勝手に膨らんだくせに、まだ足りないの？リン兄さん、やっと追いついた。え、なんで来たの？リンジーが、私は西山星村で修行の邪魔ばっかりしてるって。田舎者がもう一人来たよ。リン兄さんの手伝いをしろって。一緒にやっつけるぜ。ヨネちゃん見て、ボディガード軍すごいじゃん。面白くなりそうだね。ヨウちゃん、なんであなたがここにいるんだ？早く隠れなさいよ。私がどこにいようか、あんたには関係ないでしょ。何がしたいの？俺か、このど田舎者め、知らねえってか。俺が行儀ってもんを叩き込んでやるよ。くそ、よくも私の顔を叩いたな。もう見せられ、超人だよ、この愚か者めが。な、何の音だ？ああ、頭が痛い。ああ。怖い。こいつは誰かに乗っ取られたのか。なんと空間がねじ曲がってる。この後ろの割れ目の中に、もしかして伝説の囚人会なのか。あれ、ここはどこ？ランちゃん、私たちは人間界に送られてきたみたい。ためらう時間などない。まず一緒にこいつをやっつけましょう。クソガキめが、この漂流阻止をもう壊すのか。死んでもらうぞ。イガミがフルになった時、キャラの頭上をクリックすると特殊技能が発揮。俺に勝てるやつはいないぜ。キャラたちの頭上をクリックして特殊技能を見てみよう。この力の力が残っていない。頭が痛い。これはどういうことだ？顔が腫れているのか？やっと解決したね。隙間が消える前に早く戻りましょうよ。ちょっと姉さんたち待ってよ。誰がお前みたいなバカを相手にするよ。本当に強いなら見解棟に来なさい。ふん、言っとくけどこんなんで済むと思うなよ。ヨネちゃん見て、勝ったの。え、あなたが勝ったの？私はリンが勝つ方にかけるわ。あなたの仇、ジョンピレアをやっつけてくれるで。ふん、私には関係ないでしょ。この二人が来てから私は悪運続きよ。ヨネちゃん怒るなよ。昨日は仲良くしてくれたじゃん。ふん、昨日は昨日、今日は今日。とにかくもうあんたと話さないからね。ヨネちゃん待ってよ。ヨネちゃんはまだボディガード組に心を開いてないみたいだね。大丈夫、急ぎないで。私は応援してるからね。ああ、一人はツンデレ、もう一人は天の弱。君たちめんどくせえな。こんにちは。君らが今日から来た新入生ですよね。私はクンショーポ、よろしくな。会えてきて嬉しいです。ははは、同級生は協力し合うのが当たり前だろ。学校案内をしてあげるよ。学園のマドンナ？俺は特に詳しいよ。ここをクリックして古文を開こう。ここをクリックして学園生活を始めよう。新入生で服を威張るとはいい度胸だな。知ってますか、ここはレオ兄貴の縄張りだぞ。てめえにオイラのすごいところ見せてやる。狂乱しとうぜ。恥ずかしすぎるよ。
生まれ変わったらもっとちゃんとしたボスについてけ。新人応募しよう。冒険し続けよう。ここをクリックしてね。新人応募しよう。あなたと一緒に行きたい。わあ、すごく上手。新人応募しよう。ここをクリックして出発メンバーを決めよう。冒険し続けよう。この獲物を狙うとはお前のことだ。ん？またお前か。この小突き虫。チャンナイポーっていうのか。変わった名前だな。くそ、私の拳を受けてみろ。強烈挑戦。生まれ変わったらもっとちゃんとしたボスについてけ。あれ、蝶のお嬢様と陳宇叔はどこにいたんだ。食堂、君たちは厨文屋を探しているのか。こういうお嬢さんは庶民と一緒にご飯を食べないよ。でも食堂では唐韻に会えるかもよ。唐韻、奈良があの人気者、平民のマドンナ。そうだよ、数日経ったらわかるさ。厨文屋はマドンナなんかじゃない。唐韻だけがそうだ。うん、俺もこういう穏やかなのがタイプかな。あとさ、兄貴、よだれ服に垂らしてるよ。はあ、そんなわけがあるか。俺はただお腹が空いただけなんだよ。うん、あなたがこんなによだれを流さんばっかりに欲しがるのを見る。ああ、噂で聞いたけど、他人の家は困ってるか。うん、真剣かな。同じアイテムを5つ使って合成したら強力なアイテムになるよ。自動購入をクリックしてね。合成を試してみよう。合成を試してみよう。この装備をつけていこうよ。俺が学園のマドンナのボディーガードだ。装着しよう。ここをクリックすると全身の装備を強化でき、わあ、装備効果が出せたね。恥ずかしすぎるよ。レベルアップしたね。おめでとう。私に来たみたいね。お前ら二人ついてこれるなら来い。殴られたいのか。俺ら暇じゃないよ、授業がある。これだけで怖いのか、臆病者が。あのさ、君たちどうやってジョンピンニャンを怒らせたんだ。彼を舐めてはいけない。なんかの誤解があるんじゃないのか。無駄口ばかり叩いてないで、男ならついてこい。心配すんなって、俺がついていくさ。クンシャボ、お前早死にしたいのか。よくも彼らの代わりに顔を出すな。俺のすごいところを見せてやるよ。ザキ、他の人に逆らってどうなるか知らねえが、リョウさんに逆らってことは死にてえのか。そんなのしたっこじゃねえ。強烈挑戦。生まれ変わったらもっとちゃんとしたボスについてけ。俺に勝てる奴はいないぜ。生まれ変わったらもっとちゃんとしたボスについてけ。強烈挑戦。あらあら、やっと間に合ったじゃん。ヨネちゃん、ボディガードで強いだね。ふっ、
彼が強いかどうかなんて私と関係ないわよ。もう十分すごいじゃない。ヨネちゃん、ボディーガードくん強いんだね。兄貴、許してくれ。もう二度としねえから。ゾンピンね、こうしたくなかったんだな。お前がせがすならしょうがない。ボス、チュモンヤオとチェンユシュウがあんたたちを見ているよ。君たちもしかしてあの二人に崇拝されている？静かに。誰が誰を憧れてるって言うの？そんなわけないでしょ。こんな小さな声でも聞こえたって、耳をそばたれて聞いて。誰が言ったの？いい気になってんじゃないわよ。スーちゃん、行きましょう。待てよ、ヨネちゃん。君たちすごいじゃん。今度、スーと遊んでね。ステージクリアの宝箱ゲットだよ。ステージクリアの宝箱は商品がたっぷり。たくさん古文を挑戦しよう。ふう、やっと放課後か。喧嘩早い連中と付き合うのは疲れる。おじさん、そこの銀行の前に止めて。私、スーちゃんと学校で使うカードを作ってくる。あ、俺らもカードを作らなきゃな。なんで私がどこに行ってもあんたたちついてくるのよ。忘れないで、俺たちも学生ですよ。ん？どうしたの？ヨグハイが反応した。危ない、早く行こう。やめて、離してよ。やだ。ちょっと、もう遅かった。冒険し続けよう。うこくな、サムナグは撃つ。真っ昼間に銀行行動するって、やつらも威張って。ヨネちゃん、私怖いよ。大丈夫よ、スーちゃん、私が守ってあげるからね。慰め合うのはやめなさい。俺らが守るから。こいつめ、争うのか。おい、全部まとめて殺せ。俺に勝てる奴はいないぜ。人物表記を開こう。ここをクリックしてチーム編成に入ろう。学園のマドンナ、俺は特に詳しいよ。パワーストーンでキャラの実力アップしよう。どのメンバーも忘れずにレベルアップしてね。新人応募しよう。俺に勝てる奴はいないぜ。冒険し続けよう。俺に勝てる奴はいないぜ。恥ずかしすぎるよ。突破を開こう。俺が学園のマドンナのボディーガードだ。新人応募しよう。人口は今敵を3人。やべえ、ボス、警察が来たぞ。チェッ、人質を捕まえとこ。おい、お前綺麗じゃん。ちょっと、俺そんなのしたこっちゃねえわ。人質なる気があるんだったらいいぜ。小娘と男、まとめて乗せていけ。リン兄さんが人質のふりをするのか。それもいい。俺はリン兄さんの盾に分かれ。ボスを援護して車に乗せろ。貴様ら裏切るつもりか。
来い。よう小僧、俺たちを甘く見たな。雑魚ばっかり待ち合わせて暴れて、もうどうかしやがった。この小娘たち、お前らそいつを捕まえて、一晩中エロ盗人みたいに乱暴してやれ。おとなしくしてたら死なないわよ。え、泥棒の頭が逃げたって？もうなんでよりによってチョボンザの娘を人質にするの。泣き面に蜂ね。あなたはこの行動事件の担当刑事ですか？無駄話ばっかり。警察の制服を着ているのに警察官じゃないって。制服こすしてるって言ってねえよ。ふっ、私は警告しているだけよ。こんなチョーク私に通用するとでも？退勤時間だったら考える。え、なんか違う方向に行ってない？じゃなくて俺の友達。本当に？なんでもっと早く言わないの。まあ一緒に犯人を捕まえ。各隊注意してください。行動班のナンバープレイドは A74110 クロイヒョンダーのマイクロパスです。74110、本当に110を怒らせたね。何笑ってるの？頭くるわ。見てみなさい。俺に勝てる奴はいないぜ。総集を開こう。これからスーちゃんともっと仲良くなれるよ。スーちゃんと総集すれば早く経験値を分けることができるよ。